これはですね、あるある、これはもうあるあるですよね、もう、うん、あるあるって多分言ってたんでしょうね、塾長、うん、はい、あるあるって言ってたね、多分言ってましたね、そうか、うん、なるほど、はい、まあ、これはやっぱりアウトプット不足ですよね、うん、うん、武田塾チャンネル。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィンですね。ハッピーお盆な感じの。はい。いやもうハロウィンとか言ってる場合じゃないっすよ、本当もう。受験はもう目の前ですよ、本当に。勝手にやっといて何を言っているのかよくわからないけど。いやもうこっから本当にもうね、もうセンター対策だったりとか、はい、センタープレーがあったりとか、模試があったりとか。かぼちゃのお化けでよっぽど恐ろしいもん、恐ろしいもんいっぱいやってきますね。いや本当来ますよ、はい、本当にもう。そんな受験生の悩みに答えるこの番組は。受験相談 SOS。 山先生、はい、今回の質問はですか。今回の質問はですね、うん、高田先生が出演されている動画でルートが終わっていざ模試を受けたら結果が悪かったという話をされていたかと思います。そうだね、うん、その際、林塾長の方からあるあると話していましたが、こういう場合、武田塾はどのような対策をしているのでしょうか。本来であれば個別で受験相談に行くことが最善なのは重々承知しておりますが、うん、何かこんなケースではこのように対策したといった具体例を、教えていただけると幸いですと、うん、とても、はい、うん、具体例を。具体例ですか。実際どういううまくいかないケースがあった。例えば英語だったらこうとか社会だったらこうとか。あ、まあ、まず英語であれば、うん、あれですね、センターの文法が答えが見たら分かるんだけど解けない。なるほど、はい、あるある、うん、あれですよね。それは何でだったの。それは、うん、やっぱりそのなんていうか、その文法問題がまずどの文法知識を解いてるかっていうことに気づいてなかったりとか、うんうんうん、はい、あとはそのまあまあすごいですね、そこが結構一番大きかったんですけど、つまりそれは問題文読んでどのポイントかっていうのを見抜く能力がないっていう。そうそうそう、例えば、あ、今回仮定法について聞かれてるんだなとか、実践について聞かれてるんだなとか、誤報なんだなとかっていうのを全然意識しないで、この問題どれ、答えどれだろうみたいな、漠然として答えてましたね、はい、そうするとネクステの時点からそういうことを見る感覚がなかったというか、解説を覚えて終わりみたいな。そういうことですね、うん、はい、なるほど、はい、じゃあ他にはありますか。あとはやっぱ世界史ですね、うんうん、世界史一応そのナビゲーターで空欄はほとんど 95% 以上は入れられるようにしたんですけど、それでもやっぱりその選択肢になると解けないので、うん、やっぱりその括弧の空欄だけじゃなくて、その空欄前後も要は用語がそれどういう意味があるのっていうのを、他の用語どういうつながりがあるのっていうのを意識するようになってから、問題解けるようになりましたね、うん、なるほどね、はい、知識が断片的だったと。よくありますね、はい、そういうのね、はい、まあ、じゃあ自分からは理系科目のあるあるをちょっと話しておこうかなと思うんですけど、はい、あれですね、式見たら書けるんだけど、うん、自分で式作れないっていう、式立てる能力がないっていうのがよくあるんですよね、はい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 、でもこれってつまり最初から解けないってことなんですよ、うん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 、なんでっていうと、問題文読んで自分で式作るっていう意識がないんですよ、はい、それを回答を見て、うん、なるほどこういう式作ればいいんだって覚えるじゃないですか、はい、だから問題見た瞬間にもうすぐ式書けるんですよ、その映画でやってると、はい、ところが、うん、問題文読んでないから、うん、なんでその式出てきたのか分かんないんですよ、はい、で、うん、自分でやれって言われたらできない。見たことある問題ならできるけど、うん、見たことない問題は考える能力はない、うん、それこそ面積求めなさいって言われてるのに、はい、問題文読んでるはずなのに面積求めなさいって言われてることに気づいてないみたいなことがあったりする、うん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 、あるある、うんうん、このあたりがよくあるかなというふうに思いますね、うん、あとはやっぱり単純にケアレスミスが多いってことですね。多いですね、うんうん、こんなはずじゃなかったはよくありますよね、うん、です。いやなのでやっぱこのアウトプットって奥が深いですね、うん、これはそう。やっぱりその、まあ、この人はちょっとその受験相談に行く前にどういうふうに 対策したら 対処したらいいですかっていう相談なので、まあ、例えばセンターだったら武田塾のまあセンタールート見て、うん、で問題演習やっぱりするべきところは問題演習した方がいいと思いますし、はい、まあ、結構アウトプットやっぱりしっかり意識して、まあ、一冊二冊やるっていうのは僕は重要かなと思いますね、具体的には、うん、はい、あと目を向ける部分としては答えよりもプロセスですね、どうしてその答えにたどり着けたかっていう意識があるかどうかっていうのがすごく大事なので、うん、そう、うん、この意識づけがねできるといいんですけどね、うん、できない場合はもう数こなすしかないそうですね、はい、だけど答えが上がって点数が上がるようになったからといって、はい、自分でできるようになったことは別の話という意識をちゃんと持っていくことが、うん、はい、大事かなと思います。そうですね、はい、はい、分かりました、はい、今回は以上です、はい。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、
私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからあったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。